ルビンのツボ。画像は認知作用により、ツボとも、顔面とも識別される。識とは、意識、生命力、心、洞察力との意味の仏教用語である。認識対象を区別して近くする、精神作用を言う。この語は、シック6 j a ネの合成語であって、対象を分析し分類して認識する作用のことで、ある。釈迦在世当時から、 この認識作用に関する研究が行われ、様々な論調や考え方が広まっており、それぞれの考え方は互いに批判し合いながら、より反差な体系を作り上げた。しかし、大乗仏教全般で言うならば、分析的に認識する式ではなく、漢方によるより、直接的な認識である般若、般若が得られることで成仏するのだと考えられるようになって重要視された。 パーリ教像においては、ビニャーナは少なくとも三種の意味合いで登場する。パーリ教典アビダルマ及び、後世の注釈書では、ビニャーナは八十九種の状態が存在し、それぞれ別種のカルマの結果をもたらすという。仏教では、六乳として六つの感覚器を指し、目、耳、鼻、舌、体、心が挙げられる。それぞれ客観的には、視覚、音、匂い、味覚、 触覚、精神を司る。それらは触れにつながり、樹を経て、最終的には活愛につながる。人間の構成要素をご運と分析する際には、式をサムとしてその一つに数えられる。この式は、色、樹、今日の四つの構成要素の作用を統一する、意識作用を言い、六根によって、六境を認識する働きを総称する。事物を領地、 識別する人間の意識に属する。例えば、桜を見てそれが桜だと認識すること。また古い経典には、色獣と言われて、色受け創業の四色獣が、色の働くよりどころであるとする。この場合、分別意識が、色に関わり、樹に関わり、層に関わり、行に関わりながら、分別的煩悩の生活を人間は展開しているとする。 しかしながらいずれも人間は五運仮和合と言われるように物質的に具体的なものと精神的なものが仮には合をし結合して形成されたものだと考えられており固定的に人間という存在があるとは考えられていない十二因縁では無名、行、式、名色、六書、触れ、受、愛、鳥、雄、生、老子とあるので行に条件づけられた式である おおよそ、我々が心という意味と、ほぼ同義である。心、意、識と区分して呼ばれたとしても、それぞれ働きとしては別であっても、総括的には心と呼んで差し支えない。新意識として、別々の働きがあるが、心の作用の区別に過ぎないと考える。浴びだるまでは、語彙の中で心と心情と区分するときには、四は、心にあたる。識には識、 自識、美識、絶識、真識、意識の六つあり、別のものであるようだが、式としての物柄は一つであるとする。六式はそれぞれ色、声、香、味、触れ、法と別の対象をとるから、別々の認識であり、境を移しとるようなものと考える。歪行有意識学派では、心は、荒屋式、は、真な式、式は、目び絶明の六式を表す。 説一切有部とは異なり、有意識派では、式の認識する対象は、自式の中にあると考える。したがって、式には、認識するものと認識されるものの二つが内在しているとする。しかも、この八式は、式体が別であり、同時に働くことができるとする。ことに、式とされる全六式は、事物に対して、もしくは存在として認識される対象として、 認識するものとされるものとの関係において認識作用を行うというのである。密教の場合はすべてのものの存在に偏在しているものとして純粋意識のように捉えられた。ありがとうございます。